これはあなたの知らない地表の7割を青い海が占めるとある美しい星の記録。その星の人類はまだ大きな戦争、自由と共生を尊ぶ民主連邦、貴族による栄光の歴史を誇る立憲君主制国家、高度な機械技術の研究が続けられる軍、そして東に位置する列島で独自の文化を頼り突出したこの四陣営が中心となり、防衛を担うのは異能を備えた女性だけで編成された特殊艦隊。恐ろしく強大な偽装兵器を扱える艦船たちが争いを望まず、まあ2回にわたる世界親善試合では陣営の利権をめぐって試合の表裏で激しい衝突があったりもしても、ある日を境に突如として海に現れた謎の集団セイレーン。彼女たちは未知のテクノロジーと兵器をちらつかせ、全世界に対して威嚇行為を行った。目的を明かさないゆえに神出鬼没なセイレーンを前に、各陣営の緊張は高まりつつあるわ。以上が前置きよ。今回は獣王のちょうど演習が始まる。栄えある獣王艦隊の諸君、よくぞ集まってくれた。本日は晴天である。そして絶好の今回は二人一組となり、各自で周辺海域の模擬索敵を行った後、おのおのに課せられた目標地点に到着を。分かってはいたけど、やることがたくさん。技術の向上を図りつつ、連携の基礎も学ぶのだ。それが、では演習を始めると、前列から順に走る。まず綾波、行くで。この雪風さんは任せるがいいのだ。シマカゼちゃんは初めてだったよね。私もだよ。本番で緊張しないために演習があるのですから、ここで緊張しては本末転倒ですわよ。お二方ありがとう。続いて今後山城華麗に参りますわよ。ぜっこうかかりや。おお、本郷さんと山城さん4人とももう全く見えない。白露、阿部様。ああ、皆様、次から次へと。美しい。どうしく、しまかせ、大丈夫。あ、はい、駆逐艦しまかせ。威勢はいいね。安心して。正直なところ、自分は本日駿河殿と組めて。そう、ええ、機関役を駿河殿に務めていただけるなら、自分はその後。まあ所詮は訓練であるし、どうとでもなってくだ。あれ、何か。いいえ、何それより、あっ、本当。最後は島風、行ってこい。あっ、鶴香殿、お一人でお待ちを。あ
よほど急いだからでございましょうか。近くにいる、まさか緊張のあまり航路を間違えたかもしれない。どうされました、スルガド。あれを見、おや、わあ、急に嵐が出てきました。あの船は、スルガ殿、一体何でございましょう。普段の演習も精霊に備えてのものだと。ああ、これは私がこんな、え、追撃し、なんでそうなるんだ。いいか、まずは慎重に接触。接触した後にダホから離れて。勇み足が過ぎるから、ひとまず演習の仲間を探して。すみません、島風はなおさら立ちが悪い。未知との遭遇、接敵に心が躍りすぎていたようです。ちゃんと話せて幸運だよ。それじゃあ島風は せいぜい私の役に立ったよね。はは、小島風、喜んで。うわ、バカなのか。いけない、セルガ殿。突然会場に現れた。間に合え、降参流砲術でー。すごい、量産型とはいえ一撃で落とすなんて。セルガ殿、申し上げにくいのですが、おそらく共に精霊艦隊級の規模だという。あちらはどうやらやる気です。甘い接触と相なりましたが、仕方ない、適正。私も攻撃。はい、我々の往来劇。お待たせして申し訳ございません。スルガ、始めます。ほらほら、痛いのを、ほらほら、せやー、ほらほら、せやー、痛いのを。暇がなかっただけよ。さてと、ただ働きもなんですから、打破できないか探。まだそのネタを引っ張るの。島風、捜索を続行します。駿河殿は先に港。もういい、私も放っておいたらこの子どんどん危ないとこ行きそうじゃない。まったく。さてと、
すぎる。セルカ殿、島風が先行します。島風、いやこれどう見ても罠だから。島風、島風マイル限ってきた。させてしまいましたな。ダホとは各その通りよ。あとふーむ、キューブとでも申しまし、おーい、でっかい爆発がしたと思ったら、あー、発生した妙な障壁に阻まれて到着が遅れ、はい、島風と妙な機械の残骸が浮かんでたけど、実はこれセイレント、なんて危険なことをしたのだ。え、いや、あちらも本気というほど、セイレン、アヤナミ、そスルガもついていながら何やってんのだ。これ後でタカオにみっちり怒られる。そうですか、もうそれはいいくん、今回ばかりは雪風様並みに無事で何よりでした。さあ二人とも、まずは動きますよ。休憩終わり。まあ何かにも使えるでしょう。何を考えていた。しっかり反省しなきゃダメよ。申し訳ございません。何を言い訳じみたことをのたまうか。命があったから良いよ。私がしっかり止められないばかりに。そうだな、先輩としての義務を果たせた。お仕置きが必要かしらね。そんな、セルカ殿に席はございませぬ。そういうわけにはいかぬ。ねえタカオ、実際のところはみんな無事だったんだし、私いい加減しょげた島風ちゃんたちを見るのも疲れてきちゃったな。ほら二人とも行った行った。やれやれ、一時間もぶっ通しで説教。加賀さん、片付けない。まあいい。それよりあの二人が破壊した船か心配ね。聞き分からぬ。長と後で調べるから共に来い。よい、お供するわね。呼びかけにも答えていた。怒られるのと始末書だけで済んだ。関わりたくはないけど、あの敵に襲われた時ありがとう。え、スルガ殿、
島風が駿河殿と組んで偶然にも島風は一人獣王のお偉い様方が宿泊されている獣王における最重要人物のお一人祭事などを、ま、リゾート自体は獣王の了解上に存在するのですがここには獣王の一言で表現すれば特別なエリアなのでドキドキしている気持ちはあります。そんな場所にあんなことをやらかした後で呼ばれたの。前回は武者震い、今回は普通に震えています。いやガイドの方にも来そうな場所に足を踏み入れてる感じがひしひしと伝わる。もう倒れそうです。島風ちゃんいらっしゃい。でもそしてガイドの私も倒れそう。どうされたんですか山城さん。お気を確かに。山城はねそそっかしいの。不祥姉様の進む島風ちゃんが到着する前に山城さん、せめてここから島風、ほら島風持参の酸素ゴーラです。お飲みを。少しは。ありがとう。落ち着かれましたか。ありがとう、生き返るよ。それで山風大丈夫じゃなかった。ガイドです、ガイド。島風を、ごめんなさい。山さあ、こっち走るよ。急ぎすぎて転ばないでくださいまし。比例を重ねるなどもうゴン。ふむ、そうかよ。その口ぶりです。当然のことである。ヨガな、え、大事なことだからもう一度述べるぞ。ヨガ、まったく、しばらく式典に顔を出さぬようにしていたら突然気絶しよう。ナガト様、廊下で大声を出されるとは何事ですか。赤木、あらな、無礼者を手打ちにでもなさいましたか。違う、こういう時の蘇生はどうやるのだ。水か。水でよろしいのではないでしょうか。殴るもようやくお目覚めな、この無礼者。御前である。すべて思い出しました。またぬか。まったく、このままではおちおち会話もできぬ。参加する新人よ。一からは、うむ、このなぎは人当たりがいいです。思わずひとっ走りしたくなるような。うむ、海などどこも同じだろうとのたまう者もいるが。よかったですね、長門様がそのようにはしゃぐ。さあ、ここへ。この、あら、お教えし、こういうのは
直接本人に名乗らせる。はっ、ふむ、第一号型哨戒艇ゆかりのものであったな。道理で。では島風。はい。先日セイレーンと戦ったそうだな。そのこと自体はもう良い。余が聞きたいのはセイレーンがどうであったかだ。はっ、指揮官に当たる人物は見当たりませんでした。我々の教本にセイレーンの兵器としては基地のものであり、性能としてはせいぜい中の上といったところでありましょう。ええ、大した相手ではありませんでしたよ。攻撃こそ受け、うむ、会場に設置された鳴子のようなものかな。そういえば量産型の艦隊の奥にはそうであったな。その報告もするが、くそ、よい。こうしてお主が無事で話を聞ければ。キューブでしょうか、正式には何と呼ぶのか。うむ、これが多数流出していったと。はい、キューブを搭載した輸送艦を守るべく無人機たちを展開していたものと推察が。余も相関同意していただき、今日その私めが無知なところ大変恐縮なのですが。今くらい様付けはよせ、島風の。いいえ、これは、うわ、どな、ああ、あれはカガたちね。皆さん、こちらに。ただいま戻りました。島風、呼び出しを受けたのか。まさか。はい、いえ、この前の件でですよ。騒がしいぞ、取り乱すでない。ずいぶん人が増えたの。は、九段の現場で流出したり。あ、キューブですね。これが噂のキューブ。うん、材質が未知のものというのは間違いありませんので。不可思議な。キューブ、立方体はキューブ。カガ、いつの間にか名称が定着したみたいよ。こうなっては号に従うべき。せめて一人くらいは私の援護をしたらどうなんだ。このキューブ殿だが、我々が採取するまでの長時間、おまけに浮きも沈みもしない。水の影響を無視し、つまり訳がわからないというのが正直なところ。強いてあげれば嫌いの性質に近いかもしれない。拙者たちの想像も及ばぬ方法で動き、自ら何。嫌いの性質に近いって。爆発。丸一日は海上でも、セイレーンの船にあったものという事。それと海上に今も残されている他のキューブ軍は。おお、嫌だ。このままでは獣王の領海を越えてユニオンの方面に、場合によっては外交問題にまで発展してしまうかも。赤木よ、すまぬが。おお、長門様は。獣王のことと私に頼りっきりではいけませんよ。しかし希望を聞け。まず、それで下手に動けば他の陣営はもちろん、セイレーンならば上手に動け。早速だけど、ユニオン、それから四陣営合同で大演習を。おお、島風、赤木殿のお考えが。要は、え、大演習。高尾ちゃん、しっけえな。誰にでも。演習にかこつけて他陣営を。だが言い方が良くないわね。他陣営に連絡は行うとして、立法。キューブは最初獣王の領海で破壊したセイレーン艦にあったものなの。ほう、獣王で独占するのか。うん、最終的にどうするかはさておき、あまり一切を追え。おう、鉄血はセイレーンの技術研究にご就寝だ。うかつにキューブを。考察が合っているなら、いっそ鉄血だけは。それはそれで別の問題に発展しちゃうわよ。赤木、必ずキューブのことは伏せながら回収に当たるのだから、省いたりしたら余計な詮索を招いてしまう。そうね、
うむ、話はあらかたまとまったみたいだな。ありがとうございます。御心のま…私めでよろしいのですか。むしろそれがいいのよ。あっ、それならあの海上リゾートを使えばよい。そうですね、お言葉に甘え。はーい、心得た。となると私はまさか。はーい、みんな一体。相変わらず人使いが荒いな、姉様は。島風も。あ、新平ちゃん、綺麗な瞳をしている。みんなでも幸せになりましょうね。先輩の皆様方には存在感だけで圧倒されます。お呼びがかかったのは私だけとはいえ、駿河殿もできればこの場にお…あー、面倒。休めるところは…実はご苦労だったな。少しは高尾とアタゴの説教で。ええ、そうか。加賀さんは、ああ、姉様からまた厄介事を頼まれてな。そんなことが、急ですね。構わん。と、どうした新平。ちょ、姉様を交えた打ち合わせは先ほど終わったところで。てっきり相方の…いいえ、違いません。あやつのことを…あの島風に足で追いつくのは至難の技だろうが、せいぜい頑張るといい。まったく、私、島風に会いに来た。それって、お礼なら前にも言ったし、私は結局、人が恋しいの。なんだかさっきより天候…島風？あんな海のど真ん中で何をしているの？ごめんなさい、今日はもう行かせてください。海は…いつかがいつなのか、はっきりするまではそうはいかない。落とし前の意味ちょそこはなんとか。島風の手では直せそうにないものですから、せめて機械に詳しい人を呼ばないと。あからさまにヤバそうな奴に絡まれ。こっちは大切な偽装を台無しにされて、いやついてるのよね。はぁ、そキラキラじゃねえよ、ギラギラだよ。獣の目をしているよ、お前。一体なんだろう、あいつを見てるだけでおかんがする。こんな時…駿河だって。もし…その…なんと申しましょう…ま…まあ…おー、いいね、いいね。発展…そうでございます。じゃあ、とりあえずそいつもか…いや、それが…今どこにおられるかは…いやー、こっちに…ねえ、さっきからこっち見て。知らない人です。あ、島風…そっか…ちょい待ち、せっかくだから。先日ここでドンパチあったみたいなんだけど、そこで、ほら。本当に申し訳ないです、相手が精霊と…で、あんたさ、これ第三者的に見てどう？でね、よかったら私の代わりにあんたの偽装で。え、実弾が怖いなら空砲で勘弁してやるよね。いいじゃん。それとも、この際私が。こいつ
私が誰か分かってて言ってる。私は練習や戦闘以外であなたたちお二人に、ああ頼りにしないで。このバカ、何相手のペースに乗せられているんだ。そこの、私、そうね、あなたどう見ても中央、どうしたのさ急に。ここは中央の領海、しかも演習にも使って、そんなところにどうしてあなたの落とし物があるん。それは普通じゃない。一般人ならそもそもこの近くにも。獣王の民に因縁をつけるならまずそちらの素性を明かしてからよ。こいつ、いい気になって。はい、そこまで。な、時間切れよ。待てよ、お前が決めるな。その通りね。そしてそんこれ以上おいたが過ぎるならレイに報告することになるけど、まずいのなら今すぐ戻ってきなさい。あの波が荒れ、あんな奴のこと心配してどうするのよ。駿河殿、そう、はい、考えることは山ほどある気がするけど、島風は